しだれ梅の名所として知られる天白区の名古屋市農業センターデラファームでは、さまざまな梅の花が見ごろを迎えています。名古屋市農業センターには八重咲きの呉葉しだれをはじめ、12種およそ700本のしだれ梅が植えられています。園内の梅はこのところの暖かさで一気に花が開き、今がちょうど見ごろ。赤、白、ピンクと多彩な色や形の梅が咲き誇っています。取材したこの日は好天に恵まれ、園内を訪れた人たちはうっすら香る梅の香りを楽しみながら梅林を散策したり写真を撮ったりして春の一日を楽しんでいました。名古屋市農業センターはしだれ梅が散り始める今月22日からリニューアルのため全面休園します。全面休園は昭和40年のオープン以来初めてだそうです。リニューアル後は10月に一部が開園し、来年3月にはバーベキューや動物との触れ合いも楽しめる農業公園としてオープンする予定です。